やっぱりそうだ。私たちは完全に。わけか。はい、現在サーカラシはすべてされています。そこまでほど彼ららしい。ただ山道を抜けてエル山道を行けばは可能ではないか。こんなところで一体何をしてるんだ。残念ですが、うちのことはしか修練場を知ってきたんでね。では、はい、人に関してはそのように報告を受けています。そう、相変わらず卑怯な奴らだね。疾風の仕業かい。いえ、漆黒のようです。もちろん疾風も協力はしているようですが。そうかい、ご苦労だったね。くれぐれも余計なことは考えないでください。彼女たちも本も、し、行きな。は、どうしたんだい、こんな場所にさ。いや、そこを通りかかったら姿が見えたからさ。今の人は？この町に潜伏させている私の部下で、定時連絡さ。何かあったの？深刻そうな顔をしてたけど。取り立てて説明するほどのことじゃないよ。追っ手がこの町に迫っていることが分かったぐらいさ。それだけ？ああ、なんでだ。いや、別に理由があるわけじゃないけど。明日は朝一で立つよ。あまりゆっくりしているわけにはいかないみたいだから。よう、戻ってきたか。って、なんで一緒なの。入り口で一緒になってさ。そういうこと。なるほどね。そういや、お前、体調は大丈夫？ああ、大丈夫。多分、疲れが溜まってたんだと思う。そうか。ま、ならいいんだけどよ。心配かけたな。ま、問題ねえならいい。気にすんな。じきに日が暮れる。今日はもう休んだ方がいいね。明日は軽沢山道を抜けるよ。軽沢山道？この町の北にある坑道さ。そこを抜けてアリアスへ行く。本当なら東側の荒野を抜けて行った方が早いんだけどさ。そっちは待ち伏せされてる可能性も否定できないしね。軽沢山道は大丈夫なんですか？少なくともアーリグリフ兵はいないね。なんだか引っかかる物言いだな、おい。ああ、行動には自然の魔物が住み着いているからね。必ず安全というわけじゃないのさ。なるほどな。まあ、そっちの方がマシってことさ。分かったらさっさと寝るんだ。明日は朝一で立つよ。わかりました。了解。ねえ、ネルさん。なんだい？タイネーブさんとファリンさん、無事に逃げ切れたのかな？大丈夫さ。あの子たちはそんなにやわじゃないよ。そのための訓練も積んでるんだ。だったらいいんですけど。さあ、早く準備して。すぐそこまで追っ手が来てるんだからね。へいへい。
んたたち遅れるんじゃないよ。はっはっやこのタコ、相手の力量を押し上げるのも実力。少しは骨がありそうな体を引けるわけにはいかないんだ。楽しかったよ。骨がありそうな感じじゃない。結構やるようだね。やっやっ食らえやっやっ取れ因果応報ってやつさ。
あんたたち、いや、忘れるんじゃないよ。相手してやるとするか。いや、楽しかったよ。
決めてみるとしよう。いや、くらえ。いや、それ、くらえ。ファイアボルト。いや、くらえ。楽勝だったね。よっしゃ。うん、いいんじゃないか。相手してやるとするか。ファイアボルト。楽しかったよ。少しは慣れてきたみたいだな。
Thank you.